こんにちは。カナダ在住の山達です。ベネズエラ最悪のギャングがアメリカ上陸、大混乱の大都市ということで話をしていきたいと思います。 はい。え、ギャング対策にいかがでしょうかちょっうわけわからんこと言ってますが、え、第3弾書籍の内容気になる方は概要欄ぜひともチェックしてみてください。はい。で、あと、あの、昨日の動画の冒頭でもお伝えしましたが、僕今ちょっと日本に緊急で帰国することになってまして、あの、この動画は事前に撮影しております。まあ、なので、あの、この、今日はこれ、この動画は12月29日に、えー、っと、公開する予定なんですが、まあ、そこで何か重大なことがあっても、ちょっと動画では対応することができないと思いますので、まあ、年末年始なので、ね、何もないと思いますが、はい。まあ、ひとまず、あの、 の何かあったらサブスタックとかツイッターあまあ X で、えー、投稿すると思いますのでま良、あ、かったらそちらの方もチェックしてみてくださいはい、えー、で今日なんですがまた不法移民問題取り扱っていきたいと思うんですがあのバイデン政権の引き起こしてるこの不法移民問題って従来と全然違うんですよねあの何が違うかって言ったらあの国籍の話でして、えー、例えばあの2000年代まあブッシュ政権の時とかっていうのは まあその前も含めてですよね。基本的にはもう97%がメキシコ国籍だったんですよ。 ま、なんで、ここまでは、アメリカとメキシコの2国間の問題です。で、とどまってたんですよね。ところが、2019年までには、ノーザントライアングルって言われるね、えー、国からの出,出身者が3分の2を占めるようになりまして、えー、と、このノーザントライアングルってのは、エルザルバドル、グアテマラ、ホンジュラスっていうことで、まあ、いわゆるそのメキシコとの問題だったものが、中南米との問題っていうふうにちょっと拡大していったんですよね。 で、これがそのトランプ政権の途中までのところだったんですが、えー、これがですね、バイデン政権になった途端、今もうボーナスタイムなんですが、どうなってるかって言ったら、世界160カ国以上から来るようになってるんですよね。もう万博会みたいな感じで、多分大阪万博よりも人集まりますよ、これ。間違いなく。はい。っていうような状態になっているんですが、えー、さらに言うと、 こういうふうにその、どん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 広がりを見せたとはいえ、えっ、ー、と、このバイデン政権が始まるまでのところは、それでもメキシコが一番その、出身国としては比率高かったんですね。なんですが、ついに、昨年度の時点でベネズエラがメキシコを抜いて出身国1位っていうふうになりまして、 ま、これも一つバイデンが起こした問題っていうのは従来と違うっていうところなんですね。で、これ何度も言ってますが、ベネズエラの問題って何かって言ったら、ベネズエラの国が持つ犯罪データベースに、アメリカ政府ってアクセスできないんですよね。 で、な、その結果どうなってかって言ったら、不法入国してくるベネズエラ人の身辺調査っていうのは、もう自己申告に頼らざるを得ない状況でして、まあ、なので、あの、これ過去の動画で何度も紹介してますが、凶悪犯罪者流入してること分かってるんですよね。その、その入ってくる時には身分とか偽って、で、ね、てか、そもそもね、その、不法入国してくる連中たちがね、あの、あなたはベネズエラのその祖国で何か犯罪やりましたかって言って、やりましたって言うわけがないんですよね。当然、あの、 何もしてませんっていう風に言って、で、いや、それは別人ですっていう風に言って逃げるわけなので、あの、それを信じないといけないって言ってる時点で、こんな国の人たち受け入れちゃダメなんですよね。はい。まあ、それでも受け入れまくっているどころか、もうそれが出身国1位になっちゃったっていうね。まあ、それが今のめちゃくちゃな、あの、アメリカの状況なんですが、 今回このベネズエラ出身っていう観点でめちゃくちゃ警戒されている話を一つしておきたいと思います。それがギャングが来てるっていう話で、ベネズエラのギャングメンバーが今大量にアメリカに輸入していると。当然身分を偽ったりとかして侵入してきているんですが、その結果今各地にあるベネズエラ人コミュニティが支配されているっていうことなんですね。 で、えっと、例えばテキサス州のダラスにあるベネズイラ人コミュニティってビラダラスって呼ばれるらしいんですが、ここを3人のギャングリーダーが中心になってやりたい放題していると。まあ当然その身の危険みたいなものもありますし、こういう物ぶっ壊されたりとかするので、特に週末に関してはもう外に出られなくなるみたいなね、そんな感じにもなってるらしいんですが、このビラダラスとかこの辺りの現地事情に詳しい移民弁護士がデイリーメールのインタビューに答えていたのが、 この特に3人のギャングリーダーとかもそうなんですが、単なるギャングではないっていうことなんですね。じゃあどういうギャングかって言ったら、元ベネズエラ軍兵士が紛れ込んでいると。で、結局そういう連中たちっていうのは、単なるその荒くれ者とかではなくて、犯罪組織の一員であり、プロの犯罪者たちだっていうことなんですね。 まあだからこそこの支配してるっていうのはもう組織的にいろんなまあ薬物関連だとか物盗むだとか集団で暴行するだとかそういうことが横行してるっていうことなんですがあの金に余裕がある人はもうすでに逃げ出していると言い換えると金に余裕がなければ逃げ出すことができないのであのただでさえ苦しい生活がさらに苦しくなると で、さらには、こういう悪い連中たちのとこには、ま、類をともよ、みたいな感じでね、どん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 そういうのがやってくるので、もう悪化の一途を辿ってるっていうことなんですね。一応今、警察が、あの、ここを巡回するようになってるんですが、あの、どうやらつい先日、その警察を呼んだ奴が、あの、報復にあって、ボッコボコにされたっていうね、そういうこともあったので、そうなると、警察呼べなくなるんですよね。 っていうも負の悪循環が、このベネズ、えっ、ー、と、ビラダラスと呼ばれるテキサス州ダラスで起きていると。で、これはもうテキサスだけに限らず、例えばフロリダ州のマイアミ、ここでも、ベネズエラの犯罪組織がアメリカ国内のベネズエラ人ビジネスを標的にいろいろやってるっていうことも報じられているんですね。で、例えばですね、このあのマイアミの例で言うと、高級レストランとかナイトクラブでまず標的を物色すると。 で、あいつだっていう風になったら、そいつの家を自宅までついて行って特定して、で、情報を集めて、で、まあ、あの、な、どういう脅迫するのかよくわかりませんが、え脅迫をすることによって金を巻き上げたりとか、まあ、いろいろしてるっていうことだそうなんですね。で、これに関しては、ベネズエラ民兵組織のコレクティーボ、 のメンバーがどうやらアメリカに潜伏して活動してそれに関与してるっていうことなんですね。で、コレクティーボっていうのは、まあ言うならあの荒くれ者集団っていうレベルじゃなくて政府と関わってるんですね。ベネズエラ政府と。で、あの欲しいものを好きなように略奪するだけではなくて、そのマドゥーロ政権のえベネズエラ政府の指示によってアメリカ国内で暗殺もやっているっていうことで、 ま、ああの、さすがは独裁国家みたいな感じですよね。はい。っていうのが今アメリカで実際起きていると。で、このコレクティブの活動っていうのは、あの、もうフロリダのこのマイアミだけではなくて、テキサス州の、ま、さっき言いましたそのダラスっていうところであるとか、あとイリノイ州のま、シカゴですよね。はい。まあ、そこでもコレクティブの活動は起きているということで、 ま、あ、一言で言うとめちゃくちゃですよね。はい。え、ていうようなことが今現在報じられています。で、さらに言うと、えっと、インターポール、国際警察は、ベネズエイラ最悪のギャング、アラグア州の列車っていうのがあるんですが、そこのボスが刑務所から脱獄したっていうことを警告してるんですよね。なんか、 あの、<laughs> こんなこと言うと標的にされそうですけれども、なんか、名前ダッサいっすよね。アラグア州の列車ってなんか、もうちょっとかっこいい名前なかったんかいなって思ったんですが、はい。えっと、ま、とりあえず、あの、このギャング集団のリーダーっていうか、ボスが逃げ出していると。で、インターポールが言うには、どうやらその後、アメリカに向かっている可能性があるっていうことで、怖い話ですよね。あの、この、えっと、アラグア州の列車なんですが、あの、かつて刑務所を乗っ取ってたんですよ。 事務所の中に街を作ってで、そこで年間300万ドル程度の収入、ま学なんで4億円ぐらいの売り上げを上げてたのがこのボスなんですね。で、えっと、ボリビアとかブラジルとかコロンビアとかエクアドルとかペルーでも活動していて、で、これらのどこかの国にどうやら最初は逃げてたようなんですが、その後アメリカに向かったんじゃないかっていう話になっているので、もしかしたらこの後と、そう遠くないところで、あの、まあ、このボスが発見されましたということで逮捕された報道が出てくるかもしれませんね。はい。で何 よりも怖いのがそういうのを逮捕とかやると報復に。こういう連中たちでぶわってくるんですよね。なんでもし仮にアメリカ国内に本当に潜伏していて、アメリカ国内逮捕ってなったら、その町の周辺とかがどえらいことになるかもしれないので、まあ、そういう意味で非常に怖い話なんですよね。はいでえっ、ー、とさっき言いましたが、刑務所の中に街を作ってたって言いましたが、その刑務所はトコロン刑務所っていうところなんですね。 これをちょっと紹介しておきたいと思うんですが、あの、びっくりしますよ。あの、一般的にイメージされる刑務所じゃもうないんですよ。えっと、レストランがあって、ナイトクラブがあって、銀行があって、野球場があって、プールがあってみたいな感じで、で、挙句の果てに刑務所なのに、一般人が住んでるっていうもう意味不明なことになってたんですね。 これあの、つい先日、ベネズエラ政府が奪還しています。で、その時に奪還する直前に、それを察知して、このボスは、あの、逃げ出してたっていうことなんですが、で、この奪還された後ね、当然その政府の管轄に入るわけなんですが、一般人からすると、自分たちの家を追われるわけなんですよ。なんで出てかないといけないんだって言ってるんですが、いや、そもそもお前らなんで刑務所の中に家作ってんだって話ですよね。はい。 で、実際にね、あのー、これ、日本のメディアでも取り上げられてるの、ちょっと紹介しておきたいと思うんですが、トコロン刑務所の中身、なんかすごくて、例えばこれ、そのトコロン刑務所の中にあった野球場、なんかベネズエラ国内では、有数のえ施設の、なんか整備がちゃんと整ってるえ野球場だっ,ただったらしいです。はい。で、あとは、あの、地下の、なんか街も作る、街というか地下の道も作られてたってことで、なんかどっかのハマスと似たようなところがありますね。はい。で、あとは、これあの、ナイトクラブなんですが、ナイトクラブの名前がね、 東京なんですよ。なんで、この、ところん刑務所にいた人からすると、東京って聞くと、日本の首都じゃないんですね。刑務所の中にあるナイトクラブを表すということで、なんか複雑ですよね。はい。で、あとは、あの、刑務所にも関わらず、とんでもない量の銃弾が見つかり、ね、そういうなんか爆発物系のものが見つかり、みたいな感じで、まあ、やりたい放題っていう感じですね。はい。で、それだけではなくて、例えばこういう,もう子供の遊ぶ施設、さっきも言ったけど、一般人住んでますから、 一般人の子供たちが遊ぶためのこういう遊具がちゃんと整備されていて、なんか、そ、そこら辺の安い公園とかよりもよっぽど設備整ってますよね。はい。で、あとはこういう風にそのレストランこれのバーベキュー系でしょうかね。で、これは、なんだろうな、パン屋さんとかそういう系だったのかなはい。あとは多分これはちょっとしたご飯屋さんかなはい。みたいなのがこうやってずらって並んでいて、店が開かれてたりとか。で、あとは、あの、 バイク屋さんもあったっていうね、どっから仕入れてんだっていう話なんですが、はい。それが押収されていたりとか、あとこうやっても水は抜かれていますか、プール。これも結構綺麗な雰囲気してますよね。はい。プールがあったりとかっていうことで、なんかすごく快適な生活を送れそうな場所ですが、もう一回言いますか、これが刑務所だったんですよ。 で、そういうことができるぐらいのレベルの、えっ、ー、と、ギャング集団のボスがもしかしたらアメリカに来てるかもしれないっていうのが今現在の状況だっていうことでで、特に、この、あのー、アラグア州の列車なんですが、 あの、もうすでにアメリカ国内の他のメンバーが入ってきてたっていうのはもう昨年の段階で報じられてるんですね。えっ、ー、と、このアラグア州の列車のメンバー2人が偽造パスポートでアメリカに不法入国して、で、難民申請も成功しているっていうことが報じられています。これはね、エルアメリカンっていうところが最初に調査報道していたんですが、はい。えっ、ー、と、もう実際にその偽造パスポートで入国して、難民申請して、でさらに今フロリダに住んでるらしいんですが、 その偽造身分証明使うって、車の購入もできているということで、も自由にいろんなことができているんですね。で、えっと、どうやらこのベネズエラギャングは、まあ多分想像の通りだと思いますが、ベネズエラ政府とつながっていまして、その賄賂を渡すことによって、その政府職員に、えっと、ベネズエラを脱出、そしてアメリカに入国するための偽造身分証明を作ってもらっていると。 で、それで入ることができてるっていうことなんですね。まあ、なんでもしかしたら今回もこのボスに関しては似たようなケースが起きているかもしれないということなんですが、あの過去の動画でも紹介しましたが、イリノイ州のシカゴ、あの、ベネズエラ人の犯罪急増しているんですよね。 で、もしかしたらこれが全米に拡大する日は相当多くはないんじゃないのかなっていうふうに思うんですが、はい。まあ、ひとまずこのアラグア州の列車っていうちょっとあんまりかっこよくないダサい名前のギャングの、えー、ボスがもしかしたらアメリカに来ているかもしれないというお話でした。はい。ということで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。え、最後はなんかいたずらしていたデブちゃんでお別れをしたいと思います。はい。ね、この尻尾がピーンってなってるところがまた可愛いです。この短足具合ね。はい。なんか可愛いですよね。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。